不装町山の,のサインタワー、森口大根森口大根は大根の品種の一つである。火が実の伝統野菜に認定されており、2007年にはにわの伝統野菜に認定された。通常の大根より細長く、直径は2から3センチメートル、長さは約1 2 0トルに達し、長いものは1 8 0トル以上になる。2013年には、 愛知県庭群区総長の農家が育てた1 9 1 7トルの森口大根が世界最長の大根としてギネス世界記録に認定された。一般の大根に比べて身が締まって硬いため漬物に適している。味は辛いとされる。森口大根は栽培効率が悪く栽培できる土壌が限られる。収穫には ごぼう収穫にも用いられるルートディガーと呼ばれる機械を使用し土を振動させて髪型に引っ張る。16世紀頃には摂津国の大阪天満宮付近、長江、橋寺、森口などで超大根が栽培されていた。この大根は宮前大根と呼ばれていたが、河内国宿地の特産であったかすけの原料であったことから森口大根と呼ばれるようになった。 その後も、大阪や森口など、淀川沿岸で生産されていたが、第二次世界大戦後は都市化の進行に伴って、農地が減少し、大阪府内での生産は途絶えた。名称の由来となった森口市では、2000年代になって、大阪府での栽培復活に向けた取り組みが行われている。江戸時代には中国から長大根が伝わり、大名に献上されていた。17世紀には、 岐阜で、細り大根やみのぼし大根と呼ばれる、長大根が生産されており、主に切り干し大根に使用されていた。この長大根はやがて森口付けに使用されるようになり、森口大根という名称に変わっていった。戦後には、愛知県にも導入された。1950年の岐阜県岐阜市内では、のりたけ、等一帯で、作付けが行われており、約10万貫が生産。 地元消費のほか大阪、名古屋へ出荷されていた。現在では、愛知県庭郡不総長が全国の総生産の60%以上を占めており、市場に流通する森口大根は、不総長と岐阜県岐阜市の2地域のみで生産されている。また、岐阜市の農家は、各ヶ原市の川島地区、笠松町にも出作している。これらの地域は、水はけが良いことや、 木曽川や長良川に面した地域の地質が砂状で柔らかく粒子の細かい適度に砂の混ざった土壌であることから地下へ細く長く伸びる東品種の生産に適しているとされる生産者と漬物業者との契約によって栽培量が決められているため一般の商店に生の森口大根が並ぶことはない主な利用方法として名古屋名物として知られる森口漬けが挙げられる これは、森口大根を酒かすで漬け込んだ漬物である。ありがとうございます。